ドルドンは、新生代古代産期死神予行期に生息していた、初期クジラ類の絶滅した属。哺乳孔から、クジラグウテーモク、ハラクジラアモクに属する。原生のクジラの祖先あるいは祖先に禁煙な生物で、あると言われている。化石は北アメリカ大陸やエジプトなどから、発見されている。学名は、槍のような歯の胃ドルドンアトロクスの骨格標本。 国立科学博物館の展示。体長約4.5から5メートル。イルカに似た筋肉質な流線型の体を持つ。同時に近縁のバシロサウルスにも形態が似ており、発見当初はその様体であると誤認された。講師は原生群ほど体化しておらず、脊中から有利した一連の骨を持つ。この足はわずかながら体外に突き出ていたのではないかとされる。 噴気口は、頭頂部と糞のほぼ中間にあり、原生群との過渡的な形態を示す。しかし、原生のイルカのようなメロン体を持たないため、彼らほどのエコロケーション能力は持たなかったと推定される。が、近距離の仲間とは高音を使ったコミュニケーションをとることはできたであろう。鋭い歯を持ち、魚やイカなどを捕食していたとされる。 かつて存在したテチス海などの温暖な海で暮らしていたと考えられている。エジプトのファイユーム県の砂漠から多数の化石が一度に見つかっていることからおそらくは群れで生活していたのであろう。これはより大型のバシロサウルスなどの外敵の存在があったためとされる。ドルドンの妖体の化石の中には頭部大型の捕食者によって噛み砕かれたと思われるものも存在する。 ありがとうございます。